皆さん、ようやく東京ゲームショウ終わりましたね。どう過ごされておりますか？やけどすごい人だかりだったね。あれさ、コロナとかが蔓延しそうというか、今までの自粛は一体何だったのかっていうぐらいですね。すごい人だかりでびっくりしました。すごいよね。密ってレベルじゃねえぞみたいな。あ、今そういったところで、今回は、この東京ゲームショウの前後で本当に様々な情報が出てきました。マジで突然ね、怒涛のごとく、情報が出てきまして、その中でトピックスとして大きかったのは、まずヤンクックですかね。こちらの復活にユーザーが大歓喜といったところで、非常にね、喜んだ方、嬉しい反応をされた方多いんじゃないかなと思いました。我らが先生が戻ってきただと、マジかよみたいな、お前このタイミングで復帰なのかみたいな、そういったところで、ヤンクック先生、本作では先生をしてくれるかどうか分かりませんけど、このね、大人気モンスターが復活の運びとなりました。一方で、ここで気になってくるのが、モンスターハンターワイルズの公式のモンスターのところにクックが掲載されていないんですよ。そのことから、こいつってもしかすると、戦うことができないんじゃないかみたいな。ですので従来の役割とは若干違うんじゃないかみたいなことが言われていて、ちょっとこれね、正直わかりません。まだ森場お友達イベントに出る感じかなって書かれております通り、何かしらのイベントに出てくるとか、まあ、若干役割とかそういったところが変わるんじゃないっていうことが言われていたりしますが、正直ね、戦いそうな雰囲気でもないので、どうなのかなっていうところですよね。ただまあ、キャラデザ自体が出るんであれば、まあ、普通に戦うこともできるんじゃないって思いますけど、ちょっとね、ここの役割とかはわかりません。モンスターとして登場するのか、まあ、それともね、モンスター以外の役割として登場するのか、明確に分かりませんけど、まあ、少なくともね、復活しておりますので、まあ、すごい良かったなと思いました。ただ公式で復活って言っておりますけど、狩猟対象がどうかっていうのはまた別の話だからね。まあ、今回なんか雰囲気的には狩猟対象じゃなさそうな感じもしますが、まだ発売まで時間もありますので、もしかすると狩猟対象になってる可能性もあるのかなと。ただそれであれば、こちらの情報が出た時点で必ずモンスターハンター公式のホームページに更新があるかと思いますので、ただね、現時点で更新がございませんから、まあ、おそらく狩猟対象ではないんじゃないかと、そういったことが推測されております。またですね、ババコンガが復活しました。急遽ね、X でもトレンドに入ってきて、びっくりされた方、多いのかなと思いますが、このモンスターが復活となりましたね。いやーけど、まさかの展開にちょっと驚いた方も多かったんじゃないかな。マジでこのタイムで復活なのかみたいな。うわー嫌だなーみたいな。ただ、ババコンガ復活して嬉しいっていう方どんぐらいいるんだろうね。ババコンガか。なんか、ドヤコンガだっけ。なんかドヤコンガとパソコンガっていうのが今めちゃくちゃ流行ってますけど、これって元ネタババコンガですよね。ドヤコンガ、パソコンガ、ちょっとね、詳しくね、知りたい方調べていただきたいんですが、ババコンガが復活の運びとなりました。いやーけど、ババコンガちょっとね、個人的にはあんま好きなモンスターじゃないからさ、ちょっとやめてほしいんだけど、まあとりあえずね、モンスターが出てきてくれる分には嬉しいので良かったなと思いました。でそれに加えて、モンスターハンターワイルズの予約も開始となりまして、 Amazon の予約状況も非常に好調に推移しております。こちらのですね、予約のリンクにつきましては別途コメント欄の方に貼っておきますので、もし気になる方はそちらを別途ご覧いただければと思います。であとはですね、公式生放送も、この東京ゲームショウのタイミングで行われまして、でそれとは別に開発者インタビューなど、であとその各ゲームメディアからのインタビューにも応じられておりました。で今回は主に、プロデューサーの辻元さん、アートディレクター兼
エグゼクティブディレクターの藤岡さん、そしてディレクターの徳田さん、この3名の方がね、インタビューにご回答されておりましたので、ちょっとこちら一部ですね、気になった点がありますので取り上げていきましょうか。いやけどヤンクックはすごかったね、ババコンガと。まさかのこの2体がね、話題をかっさらうみたいな。それこそ X でも常にトレンドに入っていたぐらい、重要トピックスとなっていたかなと思います。でその中で、今回ですね、試遊会も別途東京ゲームショーで開催されて、多くの方が手に取ったんじゃないかなと思いますが、ここでね、まあ、太刀の技であったりとかアクションであったり、あとガンランスのフルバーストですね、こちら、まあ、派手で気持ちいい新技が多いと感じましたといったところで、そのあたりは意識的に調整したのでしょうかっていうことで、まあ、新たなフルバーストで今までの無双斬りが、さらにまあ進化をしたりとか、まあこの2つの武器って本当になんか昔から優遇されてるなと思いますが、従来のね、解放無双斬りよりかなりね進化をしているわけなんですが、ここのところが強すぎるんじゃないかっていう意見が出ておりましたが、しっかりとそこについては意識的に調査をされているといったお言葉であったりとか、であとまあヤンクック先生のところですね、ここについてもですね、辻元さんがご回答をされております。はい。ただ今回は群れで行動するような活動するようなシーンも見られます。どのように登場するのか楽しみにしていただければと思いますって書かれている通り、まあ冒頭でもね取り上げた通り、正直ねここについては明確なご回答がなかったので、ただまあ狩猟対象ですみたいな、討伐できますよみたいな話もなかったので、でかつまあ含みを持たせたような言い方だったので、まあやっぱりね他の役割が別途与えられているって考えるのが自然な流れかなとここについては思います。今作は PV が非常に魅力的で、心惹かれたプレイヤーがたくさんいると思います。そういった人たちに向けてアピールしたいポイントをお聞きしたいです。今回は没入感でいうところかな、そこをしっかりアピールしていきたいという考えがあり、 PV の内容もそういった意図で作っていると。ストーリーについてもはっきりとコンセプトを持ったものにし、環境の変化であったりモンスターの脅威性豊かさをよりダイレクトに表現して、それをぐっと感じてもらえるようにしたいと思っていると、そういった部分を断片的ではありますがトレーラーで表現しています。それを受け取って興味を持ってもらえているならすごく嬉しいですねっていうお言葉があったりとか、こういった形でねしっかりと調整もなされているっていうことが改めて言及をされております。またですね、今作で久しぶりにモンスターハンターシリーズ復帰される方もおりますかと思いますので、ストーリー仕立てでゲームの要素をバランスよく学んでリハビリしていけるような形に設計し直していると。でそのタイミングで先ほどのヤンクック先生とかが、何かしらね出てくる可能性もありますが、まあここについては、ヘビーユーザーのみならず、久しぶりに復帰したハンターおよび新規ユーザーに対しても親切な設計に作っていると、そのようなお言葉もございました。まあここについてはモンスターハンターライズの時も思いましたが、かなり丁寧にチュートリアルが作られていたりとかしましたので、そういったところを考えると、まあ今作はねハキリムシとかがなくなって、よりなんか原点回帰みたいな、まあそういったね部分がとても強いかと思いますけど、まあモンスターハンターライズで今思うとさ、新規ユーザーからすると結構難しかったんじゃないかなと思っており、まあ、今作は割とね、従来のモンスターハンターみたいなところがうまくねブラッシュアップされて進化したみたいな、そういった風に受け取っておりますので、まあそこまでなんかね、難しいみたいな印象はそこまでないかなとは思っています。はい。まあそういった感じですかね。まあ今回本当に試遊会はかなりね盛り上がりまして、まあ特にシステム面のところかな、ここのところも進化が見られたと。で今回の試遊バージョンには、まあ、すでにスタンプであったり定型文ボイスチャットが入っていると。定型文に関してはなんとね自動翻訳機能、
が搭載されておりまして、ん？待てよ、自動翻訳されるもの、そうでないもの、ごめん間違えたわ。自動翻訳機能はあるけど、されるものとそうでないものがあり、自由に設定できるものがあると。基本的にはワールドをベースに、ワイルズでよく使う用語などをピックアップしていると。だからあれなのか、まあ、自動翻訳される、内容もあるんだけど、まあ、全てがそうなるってわけではないっていうことですね。あー、なるほど、よく理解できました。ですので、まあ変換されるものもあれば、そもそもね、仕様上ですね、そこについて、変換機能みたいなものが、変換辞書みたいなものに登録されていないものもありますので、そこについては自動翻訳がされないっていうことですね。だからまあ主要な用語自体は、翻訳機能に引っかかるけど、他のものについては引っかからない可能性が高いってことか。はい、まあそういった状況です。またですね、今回はチャットのチャンネルをかなり増やしていると、リンクパーティーという機能で、それぞれが、別コードしながら、通話であったりとか、テキスト、こちらのチャットがつながっている状態にできるそうです。これにより、今自分のところの環境がいいからみんな来ないみたいな、まあオープンワールドだからこそできる、そういった技なのかなと理解しておりますが、なるほどね、うん。まあそういったことをですね、リンクパーティーのメンバーに行って、さらに通知を出してそこへ集まるといったことも可能らしいです。いや、これはかなり嬉しい内容ではないかと思いましたね。なるほどね。で、今作は環境が人それぞれ違う中で自分のやりたいことを見つけてもらい、それを人にシェアしながら遊ぶということをしやすい設計にしているってことか。まあすなわちこれっていうのは、あれですよね、まあオープンワールドの利点をしっかりと使っているっていうことなのかなと思っています。まあオープンワールドの利点がね、しっかりと活用されているっていう点はすごいいいところだと思いましたけど、まあ逆にオープンワールドの利点があるんですがただ一方で、なんかゲームがすごくね、重くなりそうな予感がするので、ちょっとそこのところはですね、若干懸念はしてますね。本当にこれ大丈夫なんだろうかみたいな。ね、純粋になんかそういった疑問はあるかなと思いましたね。まあこういった機能が追加されてるみたいな、搭載されてるっていうところは、すこぶるいいところかなと思いますけど、ただね、通知がね、めっちゃ飛んでくるとか、時には嫌がらせで飛ばす人とかも出てきたりするし、通知うぜーみたいな感じで結局ね、なんか切らざるを得ないみたいな、まあ、そういった状況も出てくるのかなと思いましたね。またワールドでは発売から割と早い段階でコラボクエストが実施され、その後もいろいろなコラボが登場したと。ワイルズでもコラボは積極的に行う予定ですかと。それに対して辻本さんは、面白いものであったり、タイミングが合うものであればやってみたいとは思います。ただ相手様もあっての話になるので、今具体的にこれを考えていますと言えるものはないといったご回答もされてますね。ただ一方でこういったイベント関連のことについても、もうこの時点ですでにある程度考えていらっしゃると、構想があると、そういったところもね、今回浮き彫りとなりました。また今回最終限定ですが水中が復活しており、まあこちらね、水中では狩りを行うことができませんけど、採取のみ復活したと。そのような運びとなりますが、トライ好きとしては非常に嬉しいです。復活した経緯などをお聞かせいただけますでしょうか。徳田さん曰く、ここについてはワールドの時も一部水中に入ってショートカットできる場所がありましたが、水中ならではの、まあ、探索感というか冒険感みたいなものはやっぱりあるのかなと。で、今作はマップの深みや広さがこれまで以上に増しているので、その一つの要素として水中の要素を入れていると。水中戦の復活はやはり難しいですか。トライを設計していたので、そう言われるとすごく嬉しいんですが、なかなかまあこれを見てみると、やっぱり水中戦が復活することは今後もなさそうな感じがしますよね。まあここについてはやっぱり、いざ追加をしてみると、今のユーザーには受けない可能性が高くて、まあ例えば昔ね、やっていたユーザーからすると、懐かしい
っていう気持ちにはなるかもしれませんが、ただいざ復活するとなるといろいろ問題があるので、やっぱりこういったところは大人の事情もあり難しいのかなとは思いました。またですね、オトモアイドルが喋るっていう、そういったね新要素も今回あるんじゃないか、こういったところが指摘されておりますが、今回喋らせようと思ったきっかけとしては、やはりね環境が変化することによって利用できるものも変化するというのが新しい要素となっているんですが、まあ指導中だとターゲットに集中しているのでなかなか気づきにくいと思うんですよ。そんな時にオトモや、まあ他のね方たちが、まあ、ちょっと声をかけてくれて気づくことができたりするので、そういった情報役として適任なので喋らせることにしたみたいな、そういったことがですね今回語られておりました。よりパートナーとして存在感を高めたかったといったところなのかなと思いますね。まあ他にもなんかいろいろと語られておりますが、ちょっとこれ以上語ってしまうと長くなってしまうので、この辺りで終わっていきましょうか。はい、ということで皆さん、モンスターハンターワイズは予約しましたか？ぜひまだ予約をしてないという方は予約をしていただければと思いますし、で、今一通りですね、ちょっと気になったことについて触れてきましたが、本当に本作のシステム面の進化っていうところは改めてすごいなと感じました。いやーけど本当にすごいよね。システム面の進化がすごいというか、まあ、本当になんかね、従来のモンスターハンターの良いところがしっかりと進化をしていて、ブラッシュアップされていて、かつ最初はオープンワールドにする意味ってあるんだっけみたいなことが言われておりましたけど、ただこういった話、一連の流れを聞いてるとすごいあるんだなと実感しました。まあとにかくね、モンスターハンターワイルズ非常にね盛り上がり見せてくれそうな感じもしますので、非常に期待が高まっているタイトルかなと思いますが、ただ個人的な見解としましては、この東京ゲームショー2024もそうですが、まあこれからもね引き続き、こういった大きなイベントとか、まあカプコン独自で行うのか、それともこういった外部イベントに出展をされるのか分かりませんけど、多分何かしら情報のインプットあるかと思いますので、またどこかのタイミングで取り上げていきたいと思います。ってことでお疲れ様でした。ではまた、バイバイ。